ちょうど大きい車が来て、いやいや、そこで村に行って、左下が県庁です。まあ、もう一回ここ通りますんで、はい、こちらだったの。ああ、なるほど。結構坂本龍馬。坂本では裕福な。ああ、先生、生、あ、誕生地と書いてありますね。もともと上に別の門があって、はい、この明治100年記念のちょっと石柱があって、はい、それを残ってこのでっかいこの石を置いて。ああ、なるほどね。はい、一つでアンバランスです。で、この記号が。吉田茂です。吉田茂、これ声書いてると思います。ちょっと見にくいかな、小さい方ね。はい、内閣総理大臣。あ、書いてありますね。なるほど、吉田茂書いてあるのは内閣総理大臣。吉田首相、元首相も高知県出身、高知市ではないと思うんですけど。ここで質屋さん的なものがあって、ああ、ご実家が、はい、なるほど。あ、11月15日が龍馬の誕生日。ああ、11月15日が誕生日で生誕祭をやるんですね。そうですね。ああ、と命日も一緒です。ああ、命日も一緒。はい、33歳の時に。ああ、そういうことで、はい、誕生日。ああ、なるほど。やってるんです。これ長宗我部元親。ここが22歳の時の元親の初陣の地なんで。ああ。で、あの、ここに元山氏でやっぱり心当たりを収めてた部長がおって、そこを攻める時に願掛けして出陣する。ああ、なるほど。で、この四国絵がありますけど、これほぼ制圧してる。あ、徳島の一部に残ってた、まだ制圧できてない。ああ、本当だ。初陣像由来記って書いてありますね。長宗我部元親公がここで初陣を。そうです。あ、この地があった、ええ、この地の親子なんか、なんか文字が書いてあるんだな。でここに一条というのは、あの、中村。あ、でこれ、あの、岐阜でほとんど建ててるんですが、はい、ここにお金を納めた方。なるほど、寄付者の、はい、一番最初山内って書いてますよね。はいはい、はい、確か19代と思います。ああ、なるほど、はい、ね、山内家も結構300万かな。あ、やっぱりね、一番出さないと。そう、あの、いわゆる先に、まあ、地元を保ってた。はい、そうですよね。一応、家来には来てるんですけど。足元がブーツ。ああ、今ね、懐へ手を入れてるのは諸説あって、はい、ピストルか国際ホールバンコク港っていう本かなという。ああ、なるほど。で、あの、飲みどころは桔梗の門です。ああ、両坂本龍馬先生、昭和3年建立。建立、はい、そこにも書いてある。で、はい、4月5月の連休の時はこちらヤングラを組んで、はい、それと11月15日の生誕祭前後1ヶ月までヤングラを組んで、はい、で 目の高さで太平洋を見たり、像の横があるので、なるほど、イベントやってます。
あの高さまで櫓を組むわけですね。この横へね、あの鉄骨でこう足場みたいな組んで階段つけて13メートルぐらい。なるほど、はい、でそこから太平洋を見ると。そうです、で両窓の横は、まあ、めったに年2回のチャンスですけど、前はあの11月15日の前後1ヶ月だけだったけど、この地域集めないから連休で人もたくさん来るので、それも時にも何があったの。向こうの岬とかで、なんか桂浜、そうです、ここは遊泳禁止の、あ、向こうの対岸に海水浴場があります、はい、あ、松もあったね、白車清掃ってやつ、17万トンぐらい入れます、ね、四国で唯一で、あの今クルーズ船、外国の方も、あ、はい、年間平均40隻入ってます、ね、お、まあ、日本の船もしっかり入れてます、で17万トンぐらい、17万絶対船入ってます、中国とかも、はい、4500人、じゃあその時は大変な賑わいですね。高知城、広見市が新聞は太鼓、朝入って夕方出港。なるほど。まあ、ほとんどない。ウミガメも来るんですか。ここはウミガメは来ないです。あ、ここは来ないんですか。はい、ウミガメはあの今放送してるのは向こうの水族館。あ、なるほど。はい、本当だ、綺麗だ。あの上の建物は国民宿舎です。あ、の向こう側にあの赤い屋根屋根建物があったでしょ。あれが博物館。そうです。その向こう側が博物館です。これは国民宿舎。なるほど。で下が水族館ですね。ね、この下が水族館。なるほど。無料でちょこっとだけペンギンが見られるんですね。